ははい皆さんこんこにちは村長です今日はスタジオワンのオートメーションについてお話をしていきたいと思いますなぜオートメーションの解説を改めてしようかと思ったのはスリップフリックスさんがプロのエンジニアさんのミックスの方法を公開するような動画を上げていましたその中でこれは便利だなと思ったことがあったから今日の動画を撮っています その便利だということはショートカットもしくは専用のコントローラーボタンに2小節トランスポートの再生を後戻りさせるというようなことをやっていたんですオートメーションを書くときに失敗した時に2小節前に戻ってやり直しするこれがとっても便利だったので皆さんにお話をしようと思っています 今画面の右の方にコントロールフェーダーが置いてありますこのようにフェーダーを動かすとこんな感じでパソコンの画面の方もちゃんと動いていますよねきっちりしたオートメーションを書くのにはこのようにするのもよしもしくはスタジオ i One の場合は iPad のリモートコントロールソフトがあるんですねその iPad の方で指で このフェイダーを動かすのと同じようなことができますので iPad をお持ちの方はスタジオワ o n e と必ず連携をしてですねうまく使いこなしてほしいんですけれどもそのデバイスというのは予算があってこうやって持ってられる方もおられるだろうしもしくはそれがないから iPad でやるもしくはマウスを持ってですねこのように オーーートメーションをを書くためにフェイダーを動かすこういう方法もいいわけです。そんな時はフェイダーはなるべく上げておく方がいいですね。こうやってストロークと言いますけれどもこれが長ければ長い方がいいと思います。ですからこのぐらいにしてもっと伸ばす。こういうやり方がいいと思います。僕はここに コントロールサーフェイスがありますのでこれでやりますが皆さんお好きな方法でやればいいしより便利に使うんであればやはりコントロールサーフェイスというのはオートメーションでは必需品のようなものですのでまたお小遣いができた時に検討されるのもいいと思いますそこで通常僕のこのコントロールサーフェイスでしたら前に送ったり後ろに送ったりこれが 簡単にできるようになっています。ですから、ここでオートメーションをするというときには、ここにリードというのと、そしてライトいわゆる書き込みモード、ここにボタンがあります。赤くなってたら書き込みです。これでちょっとやってみます。再生ボタンを押して、そしてこのフェイダーを動かすということです。キーボードの A のキーを押すと、このように 画面はオートメーションモードになります。こうしまして再生をしてこれを動かします。両手でやってみましょう。かき氷が降ってきた。頭の上にも降ってきた。このようにオートメーションのラインができますが、これを戻すということはどういうことかというと、はい、書き込みながら戻すということです。

ストップととやる方が慣れないいいうちは良いと思いますどういうことかというと間違ったらストップをさせる「かき氷が降ってきた」「間違った」戻す「戻す戻す」「かき氷が降ってきた」「頭の戻す」「かき氷が降ってきた」 きたこのようにオートメーションラインを書く慣れてきたら止めないで戻して再開するという方法もありますがライトモードというのは上書きをしてしまいますので慣れるまでは難しいと思いますですから止めてバック止めてバックというのも慣れるまではいいと思いますこういうい コントロールサーフェースを持っていない方はショートカットキーで戻すという機能がありますそれはここに小節と打ちましたら小節単位で巻き戻しというのがあります先へ進むというのもありますけれども今回のお話は戻す話ですシフトと点キーのマイナスというふうに僕の場合はやってありますので例えばキーボードでですね今シフトと 1気のマイナスとするとこのように小節単位で戻るわけですでも今やったように1小節単位になっていますちょっと1小節単位というのは切でわしいですので2小節単位にしたいわけですそういう時はどうすればいいのでしょうかそれはマクロを作らないといけませんマクロの作り方を簡単に言います 一つですので誰でもできますからやってみてください。マクロオーガナイダー。これを出しまして、そして新規というのを作ります。タイトルで2小節戻すとしましょう。はい。このように作りました。そうしまして、こちらの方で小節と打ちます。すると小節単位で巻き戻しというのがあります。この マクロを右側に持ってきます。するとここでバーズという風になっています。この小節を自分が好きなように設定できるわけですね。例えば2小節という風にします。半角モードで入れてください。OK をします。すると2小節戻るマクロが作れたわけです。3小節でもいいです。2小節か3小節ぐらいが 適量だと思います。でも、2小節にしておいて、4小節にしたいときは、2回押せばいいわけです。これでオッケーをします。すると、この2小節戻すというのができましたから、これのショートカットキーをやります。今、スタジオワンの6.2を使っていますので、こんなに簡単にキーボードショートカットに飛んでこれました。あとはキーを入れるだけですけれども、そうでない場合は、 ここで検索で2は全角モードの2小節このように打つと2小節戻すと先ほど作ったのが出てきます6.1までの方はこのようにして検索をしてくださいそうしまして皆さんの場合は必ずですね左手だけ右手だけどちらかでですねできるようなショートカットいわゆる組み合わせるキーが なるべく近いところにあるようにした方が便利ですそういう面で言えばキーボードのカンマのところいわゆる日本語ではねと書いてあるキーとそしてオルトキーなどをうまく組み合わせるととっても近くてそして矢印左になっているので意味もありますのでそれを入れたらいいと思いますオルトカンマこのようにすれば多分通常はこれが 空いていると思いますので、スタジオワン標準の方はこれでいけると思いますが、どうしてもオルトカンマを使っている方は、またその他のショートカットキーを選んでみてください。アサインします。こうして OK をすると、オルトカンマ、こう押すと、はい、2小節ずつ戻ります。最後残りが1小節の場合は戻りませんので、こんな時はシフトマイナスで戻ります。 もしくは0を押すと戻れると思います。まあ、このようにしまして2小節バックというのを作りました。こうすれば再生をしながらでもすぐにバックができます。マウスで一度やってみます。じゃあスペースで再生をします。ここはライトモードになっていることをチェックしてください。かき氷が降ってきた。 頭の上にも降ってきたオルトカンマこのようにして戻しますまたスペースで再生しますあきりが降ってきた頭の上にも降ってきたこのようにオルトカンマと組み合わせて2小節うまく戻るようにしまして再度やり直しをするという方法が使えますライトではなくってタッチ 「かき氷が降ってきた」「頭の上にも降ってきた」このように動かしたところだけができますので初心者の方はタッチからやるのがいいかも分かりません。2つ戻しますこうやって再生をして「き氷が降ってきた」 頭の上にも降ってきた。オルトカンマ。頭、木氷が降ってきた。頭の上にも降ってきた。かき氷が降ってきた。頭の上にも降ってきた。このように動かしたときだけ反応する。そして一旦元に戻るというのが、 タッチというオートメーションの書き込み方です。ここにあるタッチ、ラッチ、ライトこの3つは全て書き込みの方式です。自分の一番やりやすい方法これをやればいいと思いますが慣れてくればこのライトというのが一番自分の手を動かした通りに動きますのでライトというモードが 一番馴染んでくるかも分かもりませんですけど慌てないようにするためにはまず止めて戻すそして再生を押すそして動かすそして止める止めたらまた戻すそしてまたやる「てた」 このようにオートメーションのフェイダーコントロールと今回作りました2小節戻すこんなマクロを作ればやり直しがとっても楽になります今日スリップフリックスさんの動画で日本を代表するようなエンジニアさんが2小節バックというマクロをプロツールスですけれども使って ケンジントンのトラックボールの一つのボタンにうまく割り当てていました。できましたら、オルトとカンマというのは2つ押すという意味で若干難しいですので、ワンタッチでできるようなボタン。それが残っておればいいし、残っていない場合はストリームデッキとか、そういう左手デバイスでワンボタンでできるようなもの、マウスなんかにも ボタンがいいいいっぱい付いているマウスもありますので、そういうものを上手に使うとワンタッチでできるようになると思いますスタジオワンのショートカットキーでワンボタンでできるものをちょっと皆さんと一緒に探してみましょうスタジオワンからキーボードショートカットをします先ほど作ったマクロを検索します今はオルトカンマになっていますが削除をしますスタジオ1は悲しいかな、 普通のキーボードの部分はワンボタンにはできません。できるものは特殊キーです。ちょっと空いているキーがないか確認をしましょう。ファンクションキーの10番がうまくアサインできましたね。じゃあ、この F10 番を使ってみましょう。これが埋まっている人は、あとは F9 番。これも通ります。F8 番。これも通ります。F7。これはダメですから、 8、9、10。11は使えません。12も使えません。これはスタジオワンで何かのウィンドウを開くときに多分使っていたと思います。アップ、ページアップもダメですね。ページダウン、これもダメです。ですから、ファンクションキーの8番、9番、10番、これなら空いている可能性がありますので、僕は F10 番を使いたいと思います。 そしてアサインを押します。OK を押します。こうすれば F10 番。はい、このように動きますね。もう一度やってみましょう。マウスをフェーダーのところ、ここに持っていっておいて、スペースキーを押して、次からは F10 番です。スペース止める。そして F10 番。 「いいですね、かき氷が降ってきた頭の上にも降ってきた」ショートカットキーはファンクションキーの8番9番10番これに割り当ててみましょう。今日はオーートメーションを フェイダーコントロールで書く方法と2小節戻るというマクロを書いて便利に戻って再チャレンジができるようにセッティングしておきましょう。こういう2つのお話をさせていただきました。村長スタジオでした。